1993年8月6日、龍ヶ水地区の映像です。道路脇の崖から大きな石の混じった泥水が滝のように流れ落ちています。 JR 日豊本線の龍ヶ水駅では300人以上を乗せた列車が崖崩れで行く手を阻まれストップしていました。私なんかやっぱりここから降りてるんですね。ここから降りて、列車降りて、ここから多分降りてきたんじゃないかなと思います。姶良市に暮らす西牟田剛さんです。あの日、友人の家の新築祝いのため JR で鹿児島市へ向かっていました。運転を見合わせていた列車を降り、国道10号沿いのガソリンスタンドに避難。その後、崖崩れを警戒し、山から少しでも離れた海側へ移動しました。しかし、午後7時過ぎに海まで到達する大きな土石流が人々の列を襲いました。飛ばされるような感じでドーンと落ちた時に家がパンチしたのを覚えてますよね。十数人が海まで流され、3人が死亡、西牟田さんも海に投げ出されました。浮き上がった時に軽の自動車が頭にあったから、そう伝って、あ、出れたというのを覚えてるんですよ。自力で岸に上がった後、投げ出された他の人たちの救助に当たりました。足を負傷した人がいるから、こっちも来てって言ったから、でまた僕まで行って、でそういう人を連れてきて、そしたらそういう人は川一枚かなんかでつながってるんですね。川一枚かなんか、私も弱かったけど、ブラブラしとったから、ベルトでビッチ縛ったから、多分よかったんだろうと思います。30年経った今も、あの日聞いた山鳴りの音が耳に残っています。絶えずゴーゴーゴーなってるんですよ。ゴー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 、雨は止んでるのに、まあ、死ぬかもちゅうな一瞬みたいですね、落ちた時は。